Everyday moments are the important moments that connect us. Kiyu Nagoya! みなさん、こんばんは。午後10時になりました。FM79.7MHz FM ギノワンの電波をお借りして名古屋にあるダンサーズスタジオからキユ名古屋をお送りいたします。番組名キユ名古屋は FM ギノワンがあるギノワン市キユナと名古屋を組み合わせた造語で、名古屋の情報を沖縄県ギノワン市から発信し双方の魅力をお届けする30分になります。今日は残念ながら滑り落ちマスクマンはお休みです。ミュージックシャワーで、投稿まさか採用されると思わなくてちょっとえぐい内容だった味噌煮込みスキーと、今日ミュージックシャワーで投稿しましたけども、はい、実際やっていることでございます、ダンサーズでございます。はい、はい、今日はちょっと2人でお送りします。はい、そして今週のテーマはアニメ、アニメです。メールアドレスは kiyu@kiyu.nagoya です。 kiyu@kiyu.nagoya です。この番組はツイキャスライブでも配信しています。ツイキャスのサイトから FM ギノワンで検索してください。またインターネットラジオ配信サイトリスンラジオからも放送しています。地域選択から九州沖縄を選択し FM ギノワンを選択してください。今日はゲストのコーナーがあります。ゲストコーナーは電話で出演していただきます。本日のゲストはシンガーソングライターの福田康之さんになります。22時12分頃からとなります。この番組は高級木材のご用名は名古屋中川名木、名誉総裁賞を受賞の首里饅頭、那覇首里中村製菓、フォークリフト整備塗装ができる方を絶賛募集中です。名古屋トリプル8ザ・カバース絶賛発売中、大城バネサの R サプライ以上の提供で名古屋市内にあるダンサーズスタジオからお送りしています。はい、先週メールをいただいてちょっと読めなかったメールを読んでみたいと思います。沖縄大好き、沖縄中毒の北海道のじゅんちゃんです。ありがとうございます。今日はお誕生日メッセージありがとうございました。先週でしたけどね、大好きなオリオンの瓶ビールと大好きな鶏肉まみれの夜を過ごしております。電話といえば携帯電話、今まで何回も機種を変えましたが一度も使いこなしたことがないですね。先月から新しい携帯にしたのですが、やはり使いこなせず、ツイキャスはまだ前の携帯で見ております。ダンサーズさん、今度会ったらご指導よろしくお願いします。ではでは、まだまだ飲みますということで、先週楽しんだでしょうか、バースデーナイトは。ということでダンサーズ、はい、先週すいませんでした、読めなくてごめんなさい。 でまた使いこなせなくてないので、ご指導お願いしますということでした。いやいやいや、大したことないですよ。皆さん普通に触ってるから、それでいいかと思いますけどね。ね。スマートフォンも、何か自分がこれができるっていうことがあれば、それでよしかと僕は思いますので。はい。はい。では、次いきます。こんばんは、名古屋のそなたです。携帯や PHS より、ポケベルが主流だった頃、ポケベルに文面を送るために電話のボタンを押しまくりましたね。今パソコンのキーボードを打つより数倍速いスピードで電話を叩いていました。
あなら11、きなら22とか、いまだに数字を見るとその数字がひらがなに脳内変換されます。すごい懐かしいですね。公衆電話とかでやりましたよね。すごいですね。ポケベル世代とか、ね、あポケベル懐かしいです ね持ってましたね、ポケベル、ね、はい、やってました、やってました。はい、はい、では、先週のメールからね、進撃のめいちゃんさんです。ありがとうございます。ダンサーみそにさん、マスク王子、こんばんは。いきなり滑らないでくださいよ、マスクさん。あ、今日は、ね、今日滑っていなくなっ滑りようがないですね、今日は。今日はあれですね、マスクもいないから、名古屋あったかいですよね。今日ちょっと暑いぐらいですね。暑いぐらいですよね。はい。17度ぐらいありましたよね。はい。ということで、マスクマンがいないからあったかいのかな。はい。はい。今年はラジオ祭りで、マスクマンサイン大会はありますか？という質問が来てます。彼ね、来たら皆さん寒くて寒くて、そうそう、寒くなったら大変です、ね、外に出られないと思いますよ。ね、残念ながらマスクマンはね来ないですね。はい、はい、ではでは、テーマの電話。この時期から大変になっちゃうのが忘年会の幹事の予約電話、飲み会当日までにならないとわからないとか、ギリギリにしかわからないのが沖縄の特徴。できる限りリーズナブルな価格で設けても場所によっては難しいと言われてしまいます。14日ラジオ祭り明けにカラオケ忘年会をやる予定なのに人数が5人どうしましょう。ではでは、お会いできることを楽しみにしております。はい、ありがとうございます。じゃあ、あの現場で、現場で、はい、はい、ね、でもきっとあれですよね、当日にみんな参加したいって言ってきっと5人から増えるでしょうね、めいちゃんの、ね、そうですね、もうね、はい、皆さん来ると思いますよ、ね、はい、ということでちょっと増えたのかな今週、うん、はい、ということで、これ先週のお題でした。はい、じゃあ今日のテーマ、はい、今日のテーマはアニメです、ね、はい、はい、ではでは行きますね。こんばんは。週末くもじの祭りに名古屋経由で行く富山のたっちょんです。あら、ありがとうございます。そうなの？お、いらっしゃるんですね。あら、空港で会えるのかしら。名古屋経由でね、朝9時の飛行機です。あ、おそらく雪道だから夜中2時には出発しないと。突然ですが、中部空港に苦情があります。廊下、うん、長すぎません？一番ゲートまで行くの大変。あ、そう、それはあの星印のこと。うん、そうそう、あの星、空印の飛行機会社でしょうね、きっとね。あ、そこはそうですね、一番奥ですね、2番ゲートが多いですね。ね、はい、さて、アニメ。富山はテレビ局が少ないので、昔はアニメの放送が都会と比べて半年遅れはザラでした。月に変わってお仕置きよという決め台詞のアニメありましたね。富山では放送されていないので、新手の風俗かと戸惑うことが多々ありました。今はインターネットがあるからそんなギャップなくなりましたが、ちなみに僕はあんまりアニメ見ません。あ、そうなんですか。そう、半年遅れ。半年遅れ、うん、沖縄もありますよね、あの日テレの件。ああ、はい、ね、ありますね。その件で、ね、ちょっとやっぱり曲が少ない分だけ、はい、ですね。はい、続きまして、読谷のフルムーンイカリーさんです。ありがとうございます。今夜のテーマ、アニメ。僕にとっての心のアニメがあります。映画版銀河鉄道39と宮崎監督の初期作品未来少年コナンです。どちらも私が小学生の頃の作品ですが、一言で言うと私の生き方考え方に影響を受けた作品、名作だと思います。ところで、最近のアニメって大人受けするアニメが多くなったと感じますが、漫画日本昔話とか、母を訪ねて三千里、フランダースの犬といったような子供が見て楽しむなら、あ、子供が見て楽しみながら何かを学ぶようなアニメが昔と比べ少なくなったなと感じます。皆さんはどう思いますか？ではでは、番組頑張ってください。そうですね、家族で見るよっていうアニメ、うん、考えさせられるアニメっていうかね、うん、家族で見てこう共感できるアニメっていうのがディズニー系ですかね、あるとしたら。あ、はい、ですかね、ではもう一本いいですか。はい、はい、ダンサーみそさん、氷河期さん、こんにちは、こんばんは、そらしどです、はい、
氷河期さん今日いない。氷河期さん、はい、もう今日お休みです、はい、私が見ていたのはクレヨンしんちゃんかな。小学生の頃に漫画が発売してアニメの放送翌日にはみんな学校であの喋り方だったなねえ、ほら何々だってやつ、あ、もう一度ね、クレヨンしんちゃん、あ、クレヨンしんちゃん、あれは、はい、はい、ってことで先週の放送を聞いて王子が喋ったタイミングで胃腸炎の長男がリバースしたソラシドおばさんでした。あ、厳しいね。そうですか。でも良くなりましたかね、今週1週間経ってね。胃腸炎つらい。もう腹も冷えちゃうんでしょうね、滑り落ちると、ね、しかもね大変ですよね、家族に移ったりとかするから気をつけてくださいね。良くなったのかな。はい、はい、ということでございまして、では CM の後は、福田康之さんのゲストコーナーになります。それでは失礼です。キウナゴヤ。建設内装材のことなら名古屋の中川名木、奈良、桜、花林など各種無垢フローリング激安販売中。和室設計のサポートもいたします。電話番号名古屋 052-625-1122。 名古屋市厚田区にあるトリプルエイトではフォークリフトの整備・塗装ができる社員を募集中。社員料完備、引っ越し費用を最大5万円まで負担いたします。興味のある皆さん、今すぐ052-653-0071、 052-653-0071 までお電話を。中村製菓は那覇首里に創業して64年、月桃や泡盛など激戦素材で作り上げた首里饅頭と薫品、こだわりの琉球菓子をご賞味ください。ユーレール首里駅から徒歩3分、電話 098-884-5901。 中村製菓。アルゼンチンから来日して16年、ふるさとのことを思い出しながら日本で楽しいことや苦しいことを経験する中、素敵な曲と出会いました。大城バネサが歌いたかった10曲をこのアルバムに。大城バネサ初のカバーアルバム The Covers 好評発売中。キウナゴヤ。はい、今日は、シンガーソングライターの福田さんの方が登場していただきます。こんばんは。あ、こんばんは。はい、まずあの福田さんの自己紹介お願いしてもよろしかったでしょうか。はいはい、福田康之と申します。まあなんていうんですかね、あの沖縄の県内で、シンガーソングライターっていうかですね、格好つければそういう感じになるんですけれども、自分で歌を作ってですね、活動させていただいてるっていう感じのものです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。はい、福田さんとはですね、先月ですけども、そうですね、はい、名護の、名護島田さんの周年祭の方で私初めてお会いしまして、はい、そこで福田さんと初めてお会いして、初めて曲を僕が、聴かさせていただいたんですけども。いや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 、とんでもないです。ありがとうございます。どうもありがとうございます。いや、もう本当にこの歌詞がですね、しみじみ来るような感じだったんですけども、まず今回のアルバムでですね、はい、まずどういったところを、苦労されたとか、そういったようなところを教えていただけますか。そうですね。まずは、これ自分で全部録音 しまして、はい、で、パソコン1台持って、その録音ソフトを導入してですね、はい、まあ、
軽くデモを取りながら、はい、まあ、いろんなところに、参加していただけるようなミュージシャンに、こんなしてちょっと弾いてもらえるかとかっていうお願いをしながら、はい、重ねてやっていったんですけども、はい、まあ、その作業が結構、まあ、なかなか時間かかったんですけれども、はい、心よく皆さんですね、いいようにやっていただいて、とっても感謝しております。どれぐらいの制作期間だったんですか？1ヶ月以内で、はい、曲と、もう歌入れと楽器入れも全部やっちゃわないと、はい、発売に間に合わないと、はい、発売が11月1日だったんですけど、はい、それに間に合わすっていうことを計算するとですね、はい、1ヶ月しか時間がなくて、それが今、まあ、なかなかいろいろ大変でしたけど、はい、じゃあもう、レコーディングからあとミックスダウンまですごくお時間、そうですね、お時間がタイトだったっていうことだったんですね。はいはい、そうするともうほとんどもう寝ずの作業だったってことですか？もうそうですね、もうこれ、まあ、ちょっと仮眠してまた、ね、朝起きて、はい、どうやこうやっていろいろやりながら、はい、また人もちょっと協力していただいたりとかっていうふうにやったので、まあ、なかなかわがままな日程で、できたんですけれども、まあ、本当に人の協力があってこっそできたアルバムだなっていう感じですね。ああ、じゃあ皆様の協力あってできたアルバムなんですね。本当ですね、はい、で今日はですね、その、ライブ周年祭の時にですね、一緒にいたものがここにいますので、はい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 、ああそうですか。皆さんご無沙汰しております、ミソニコミスキーです。あーどうも、実際に名古屋でね、生演奏聞かせて、生歌聞かせていただいてね、本当に素敵な歌でしたね。いやよかったです。こちらこそね、お会いできて、ありがとうございます。その時にね、ミニアルバムのフリージアをね、はい、購入させていただいて、ゆっくり聞かせていただきましたけども、はい、ね、1曲目のフリージアの花も本当に詞も、ね、とても綺麗ですし、また三振とギターの音色がとても素敵で、あ、そうですか。そして4曲目のサンガ奄美もね、はいはいはい、いつでしたか、先日ラジオ沖縄のイモリンショーレの奄美大島の紹介のコーナーでね、実際に放送で流れてて、本当に素敵だなと思いました。ああそうですか、ありがとうございます。ね、なんかもちろんフリージアの花もいいんですけれども、その他の曲もとても素敵で、はい、いやもうそう言っていただけると本当光栄ですね。サンガ奄美は奄美大島の歌なんですけれども、お父様が奄美出身、はい、そうなんです。親父がですね、奄美大島で、でまあ小さい時に、親父が小さい時に、まあ、沖縄に渡ってきて、っていう感じの、まあ、移民なんですけどね。あ、奄美から沖縄への移民ですね。そういう思いの込めた歌詞ということでね。そうなんですよ。まあ、なかなかね、いろんな歴史が、奄美でも、まあ、いろいろあって、まあ、そういうのを、まあ、いろいろ聞いてたもんですから。はい。まあ、本当にですね。まあ、今も親戚なんかももうほとんどね、いなくなっているんですけれども、はい。まあ、そういうことを思うと、なんか自然にパーッとできたような感じの歌ですね。お母様はコザ出身でしたでしょうかね。はい。お母さんはですね、コザですね。コザ生まれですね。ですね。なんかその奄美大島と、このコザの音楽が融合してね、素敵なアルバムになってて。はい、ね、よかったです、ね、はい、このミニアルバムなんですけれども、はい、どちらでその、ね、欲しいと思ったら購入できますかね。そうですね、まあ、宜野湾の周辺であるとですね、まあ、沖縄市、隣の沖縄市のキャンパスレコードさんとか、あ、キャンパスレコードさん、はい、はい、福原楽器とかですね。あとはまあ、その伝えの、機能安定、伝え機能安定とかでも、購入できるよっていうような話はちょっと聞いたことありますけどね。結構沖縄の CD ショップで普通に購入することができるですね。まあ、そうですね。ですね、まあ、売り切れたりとかしてる場合は、ちょっと注文みたいな感じになるらしいんですけどね。県外の方が購入する場合は、結構こちらのラジオ、はい、
オ番組全国で聞いていますので、あ、はいはいはい、県外の方はどのようにしたらよろしいでしょうかね。 ありがとうございます。沖縄キャンパスレコードの、ヤフーショッピングっていうのがあるんですけど、あ、はいはい、検索してキャンパスレコードで検索していただくと通販が出ると思います。あ、なるほど。キャンパスレコードさんの、通販のところでヤフーショップで購入することができるということで、はい、はい、そういう、ね、県外の方はそちらの方でお求めいただけるということですね。あ、もうぜひぜひよろしくお願いします。はい、ありがとう。それとですね、今回の楽曲で今の、この演奏されている方なんですけども、実は FM ギノワンともゆかりのある方が、ね、楽曲に参加されてるらっしゃいますよね。はい。木曜日ですかね。ひふみバーっていうね、深夜の放送なんですけど、ひふみさんが、顔を、ね、はい、やってもらってるんですけどね。はい。ひふみさんも本当、まあ、突然のお願いだったんですけど、いろいろ、頑張ってもらって、はい、やってますけど。はい。もうその、ひふみさんのカホンも収録されて、ちょうど今これカホンを叩いてる聞こえますからね。ね、聞こえますね。そうですね。ね、はい。このカホンの音色はひふみさんということでね。はい。ひふみさんご存知の方は、ぜひ。はい。ね、また、この三振の音色と、またカホンのこのハーモニーを聞いていただけるとね。はい。素晴らしい、ね。ギターと。はい、まあ、本当に今イメージで全部、言葉にして伝えて、まあ、皆さん一生懸命やってくれて本当ありがたいなと思いますね。はい。じゃあ今日はですね、はい、はい、福田さんの方から、ご出演いただきまして、検索の方サイトの方では、福田さんのお名前ですね、はい、福田康之さん。福田康之さん。ひらがなで、福田康之さんと検索していただいても、ヒットしてきますので、皆さんぜひ、こちらのフリージア、お買い求めいただければと思います。はい、本当に。はい、ありがとうございます。曲も素敵な。はい。では、福田さん、本日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。はい、また、名古屋に行ったときはまたお会いしたいと思います。はい、またぜひ名古屋にもよろしくお願いいたします。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。さよならは今は言わない。キユナゴヤ。はい、福田康之さんに出演していただきました。とってもね、本当に癒されるね、素敵な音楽で、音楽と歌詞とね。歌詞、そう、フリージャーの花は歌詞がね、また、原さとみさんという方がね、作られていて、とても心に響く歌詞なんですけれどもね。はい。ということで、県内でも県外でもお求めいただけますので、ぜひぜひよろしくお願いします。ということで、またメールの方に戻ります。ダンサーズさん、みそにこみすきさん、マスクマンさん、こんばんは。リスナーのハートを逮捕するの銭形警部です。キユナゴヤは聞かないものは逮捕だ。はい、逮捕してください。はい。今週のテーマ、漫画アニメですが、私の中で一番好きな漫画アニメは、やはり、ルパン三世ですね。テレビアニメやスペシャル版などは見たことがありますが、劇場版のルパン三世は未だ見たことはないですね。そんな中、先週金曜日に全国劇場公開された 3DCG 版のアニメーションのルパン三世ザ・ファーストは、是が非でも映画館で見たいですね。追伸、今度の日曜日 RBCI ラジオ祭りでお三方に会えることを楽しみにしています。またメールで参加しますということでした。はい、ありがとうございます。残念ながらマスクマンは来れない。はい、はい、じゃあこちらじゃあメールいきますね。はい、お願いします。はい、たーい、名古屋チームの皆さん、こんばんは。朝はホットコーヒーからさゆに変えました。アレックス。さゆなんですね。さゆなんですね。ありがとうございます。不思議の海のナディア、最高。歌がほんとやばいです。今夜は滑り王子の滑るセリフはお休みしまして、あ、休みましたね。ああ、よかった。休んで、休みでした。名古屋にも姉さんがいましたよね。
月一でリスナーのお悩み相談とかダメですか？リスナーさんたちも姉さんに会いたいと 思います。では、プレステでぷよぷよしながら聞きますよ。アディオス、アミーゴ。ありがとうございます。ありがとうございます。多分ですね、大変忙しい方ですので、いや、難しいと思いますよ。この番組、姉さんいましたっけ？この番組ですか？うん。この番組、姉さんはいたのかな？寒い人にちょっと確認してみます。そうだね。当時、確認してみます。はい。はい。あ、ちょっとまだございます。いいですか？はい。はい、お願いします。はい。こんばんは。かみつきばあちゃんこと、ようこねーねーです。はい。年末ありがとうございます。なんでこんなにやることいっぱいなの？いや、忙しいでしょうね。忙しいですよ。店の看板やらホームページやら小さい脳みそをフル回転です。楽しくやってるから、まあ、いっか。ということで、アニメですが、多分好きじゃないかも。ほとんど読まないし、あら、幼馴染がとても漫画好きで、どこでも漫画を読むから退屈でした。その子に影響されて、仕方なく読んだのが、大人になってテレビ化され、堀ちえみが主人公でやってました。デザイナーのお話、それくらいです。子供には、裸足の弦を全巻揃えて読ませました。リキラーヌだから、活字を読むのが嫌だったかも。ではでは、来週。福田さん、一度お会いしたわ。インスタに CD 上げさせていただきました。とお伝えください。iPhone から送信。あ、お伝えしてない。はい、ごめんなさい。福田さんに伝えといてくださいよ。はい。はい。はい、まだ行きますね。いいですか？はい。こんばんは、ナコシマナーです。アンサー A です。あれ違う、どっかの番組じゃないか、それは。はい。アンケートの方ですね。アンケートですね。私はアニメというより漫画が好きで、夢は漫画家でしたよ。子供の頃、授業中も描いてて、先生に見つかって漫画家になりたいのだよねって怒られなかったのよ。で、続きをクラスの人たちも待ってるのでした。アニメは空の時代。あんな時代が今そんな感じだかよね。あら、あの原平にも褒められたのよ。さて、今日は福田さんのが電話ゲストなんですね。よろしくお伝えくださいね。はい、いっぱい伝えときます。この後伝えときます。はい。ありがとうございます。もう一ついきますね。はい、旧名古屋初メールの徳名総合さんです。あ、はじめまして。はじめまして。あのツイキャスではね。ツイキャスでは、はい、ありがとうございます。ツイキャス今も出ていらっしゃいます。はい。はい、今回のテーマ、アニメですが、10代から20代の頃は、あまり家に寄りつかなかったので、見るようになったのは結構最近。しかし、コアン、かっこ FM 沖縄。コアンね。はい。アニソン番組始まってからは、ハマって配信サイトをあさっています。今年の夏は、シンフォギニア XV、などのシリーズものの大作や、鬼滅の、もろぎ鬼滅の刃。刃。鬼滅の刃ですよ。刃です。はい、鬼滅の刃のような話題作が目白押しだったので、アニオタの中ではかなり熱かったです。秋アニメは、フェイトシリーズの絶対魔獣戦線バビロニアが頭一つ抜けるくらいの、で、全体として盛り上がりには欠けますが、これから年末にかけてスパートをかけそうな作品もいくつかあるので、それを楽しみにしています。ありがとうございます、はい。ありがとうございます。ということで、時間がないのでエンディングです。はい。来週のテーマですけれども。はい。テーマ発表お願いします。はい。恐怖。ということで、来週のテーマは恐怖です。この番組は、ザ・カバース絶賛発売中、大城バネサの R サプライ。フォークリフト、塗装整備ができる方を絶賛募集中です。名古屋トリプル8、那覇、首里、中村製菓、名古屋、中川名木、以上の提供で名古屋市内にあるダンサーズさん。ありがとうございました。たくさん、